スフィンガー TV、スフィンガーです。なんかすごいことが起きてます。はい。今、ダントツ1位を走っております。はい。これ何が起きたかというとね、スタートして、みんな走んないわけですよ。はい。で、なんかね、いきなり走り出したんですよね。そう。これ、肩慣らしに、1レースね、毎回、保険で、走ってるんですけど、ちょっとまさかのみんな動かなかったから、あれ？そしたらなんかみんな動き出したか？これはあれだな。おー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 、ちょっと待って、これ、チーターやん。これ、明らかにさ、おかしい動きしてなかった？やばくない？ちょっと、え？えぐいって。これはえぐいよ？ごめん、ちょっとさ、交流戦終わっての振り返りの動画を、ほんとは撮りたかったけどさ、ちょっとそれどころじゃないんだよ。チーターやん。やばいって。え？ちょっと待って。いや、これ多分、チーターやけん？明らかに、走りがおかしいもん、みんなの。ああ、なに。え、これ多分チーターやろ。俺あんま、マリオカートさ、いや、えぐ？なにそれ？ごめん。いや、ごめん、ちょっと待って。これ多分チーターやろ。いや、待って。いや、ごめん。え、こんなことある？順位出らんし。え、どういうこと？え、ちょっと待って。え、なにこれ？え、待って、えぐいって。え、嘘やん。こんなことある？第2レースは、ちょっとコース名忘れましたけども。はい。ここ。え、チーターじゃないよね。うん、なんか嫌な予感しかしねえな。チーターだな。意味がわからんもん。なんでみんなさ、スタダしないの？あ、2位になった。第1レースの途中まで俺、第2レースか？第2ラップの途中まで、僕1位だったからね。これコース抜けた方がいいかな？でもなんかこんな経験できねえからな。はい。ということで、ちょっとやっと本題に入ります。交流戦についてお話ししていこうかなと思います。交流戦はね、ロッテは9位かな？ちょっと何勝何敗か、ちょっと、今思い出せないんで、ちょっとテロップ出しておきますけども、はい。まあ、勝率5割に乗って欲しかったよな、正直言うと。うん。まあ、って言ってもね、勝てた試合はね、交流戦、12試合あった後、1試合だけだったと思うんだよね。あとはね、まあ、できれば勝って欲しかった試合っていうのは何試合かあったけど、もちろん。でも勝てる試合は1試合だけだったかな。DNA 戦、水曜日のカードの真ん中の DNA 戦、東選手がバチクソ打たれた試合。あの試合だけはね、マジで勝てた試合だったと思う。それ以外はね、まあ、勝って欲しかった試合もあったけども、まあ、負け。うん。ちゃんとした。何それもう。はい、第3レースでやっていこうかなと思います。なぜ通信が切れた？ここ。多分あれでしょう。レート、下がったでしょう。今ので。やけん、何マジで。なんなん今日。ねえ。これどうせあれでしょ？チートでしょ？
チートで、結局、僕の順位抜くんでしょ。まあ、俺が下手くそっていうのもあるんだけど。いやー、今日なんかすごいことが起きたな。意味がわからんのよ。ほら、アホみたいに早いやん。ごめん、今日ちょっと、タイトルとサムネと全く違う話になっとんやけどさ。あれ、ちょっと話すね。どこまで言ったっけ？あ、そう、そう、5は、勝てる試合が、まあ、1試合あったよねっていう。それ勝っとけば、まあ、勝率5割乗っけられたよねっていう感じで。まあ、だからまあ、言ってしまえば、あれだよね。日本ハムとのゲーム差は、結局交流戦前と、まあ、変わってないんだよね。0.5 ゲーム差の3位だから。ああ。はい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 。で、どうせ抜かれねえんでしょう。わかってますよ。で、ホークスとの、ゲーム差が広がってしまったと。そう。だから、交流戦明けのホークスとの3連戦がかなり、優勝に関してはかなり大事な試合になってくる。うん。2勝1敗でも、1ゲームしか差が縮まらないから、やっぱり目指すべきはスイープ。うん。3連勝しないといけない。はい。だから、なんだ、3ゲーム差縮むのと1ゲーム差しか縮まないのは、まあ意味がないと。まあなんなら負け越しとかしたら、広がっちゃうからね。首位とのゲーム差、首位とのゲーム差は。まあなんなら、その、2位とのゲーム差もね、広がってしまう可能性もあるから、負け越しとかしよったら。はい。で、なんかね、急に抜かれたからね。そう、だからまあ、結論ね、交流戦は、ようやったかようやってないかって言ったら、うん、まあ、ようはやってないかな。まあでも、ほぼほぼベストは尽くしたと思う。交流戦の戦い方。で、負け越しだから、やっぱり課題はある。うん。まあ、やっぱり、中継ぎかな。中継ぎがちょっと崩れた。サワヤンを筆頭に。だから体力をつけていきましょう。実戦を組みながら。で、そうね。ちょっと生え抜きもちょっと頑張ってほしい。うん。ベーヤンぐらいしか、今のところ野手では頑張ってないかな。ピッチャーの方では、そうだな。大体、移籍組だもんな。だからまあ、後半戦に、これからね、差し掛かっていくんだけど、アイテムがね、なかなか来ないのよ。うん。で、ほら、順位が出ねえんだよ。なんなん、マジで。今日の、マリカは。どげんしたん、マジで。いや、もう、意味がわからんのよね。今日は。知らない。